はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。ということでスプラトゥーン3実況プレイ始めていきましょう。本日はいよいよ来ましたSプラスへの昇格戦です。頑張っていきましょう、よろしくお願いします。はい、ちょっと待って、相手全部金ピカバッチついてんだけど昇格戦ってそんなに難しいんですか、Sプラスの。マジですか。第1戦目です。よろしくお願いします。ちょっと相手のネームプレート見て戦々恐々なんですけど、そんな、なんかすごいマッチング長えなって思ってたらそういうことしてたんですか。いやー、怖いですね。はい、まあ、頑張っていきましょうね。とりあえず、見ながら。リッターがいるのね。リッターハイドラか。リッターハイドラ、5-2?黒か。やば、ちょっと相手重すぎ打ち。取れるかな。きついな。ナイス玉。後ろは無理よ。さすがに後ろは無理よ。とりあえずね。いや重いな。黒向こうでも、ただノバはもうね動きにくいと思うんで。ノバをどうにか。いやー、いるか。いやー、きつい。ノーバー倒して。いやー、マジ。ちょ、マジか。ちょ、落ち着いて。その前正面から行くとやられちゃうから、この編成。マジそう、大丈夫かな。慎重に行こうね。塗り取ってきゃ勝てるから。いや、マジか。そんな早く動ける、黒ガロンなのに。ナイス。そう、真正、あの、追い詰めりゃ勝ちだからね、冷静に行きましょう。スペシャルの使い時もね、いいタイミングで使っていきましょうね。いやー、マジか。ラッキーだけど、ここ動けん。入ってっちゃおう。いやー、待ってー、さすがに助けてあげらんない。あとナイス玉があるんで、ハイドラ狙いね。うん、ちょっと、いやー、きつそうだな。単純にきつそうだな。いやー、じゃあマジで見てんだよね。マジで見られてんだよね。ちょっとだいぶあるかもな、パワーさ。いや、そりゃそうだろ、あんだけ金ピカ4連発なんだから。マジかー。頼むよ。落ち着いてね。ゆっくりでいいからね。ゆっくりで全然いいよ。落ち着いていこうね。あのね、食ワンダー使うタイミングが全くないんだよね、今のところ。塗りをしよう。まず塗りをしよう。塗ったら勝てんだから、このゲーム。このゲーム、どう考えても塗ったら勝てるし。落ち着いていこう。あんまり始まってないよ、まだ。何それ。もう、ヤグラ乗ってー。乗れない。わかった。乗る。まあ、どっち。タイミングの問題。乗ろう。 OK、 乗ろう。乗ってる。 OK、 よし。いやー、マジ無理。 OK、 マジそういう感じ。それはきつい。いやー、厳しいか。だいぶ荒らしてるけどな。だいぶ荒らしてるから、これは本当に、あの、詰め切れれば勝てるんだけど。後ろ。あー、危ない。いけるよ。なー、いけた。よしよし、ナイス、もう知らない。
もう知らねもう知らね、乗ってくれ、乗ってくれたら嬉しいけど、もう知らね、俺はもう知らないもう知らん、いいよいいよ、そのまんま、そのまんま、はい、あーまあね、もうもう知らない、もう知らない、よし、ナイスナイスナイス、よし、進め切った。あと優勝、あとは、あとは、あと洗濯機な、あと洗濯機頼むぞ、あと洗濯機頼むぞ、ナイス玉で止めれば勝ちだぞ。はい、あんまりね、ここで突っ込みすぎないこと大事、あの後ろ取っても全然いいし、止めればいいから、止めればいいから、止める方法なんかいくらでもあったら、このカウントだったら、あのない、焦なくていいよ、焦なくていいよ、まずナイス玉をハックじゃん、ハックタイミングで左右から入られるじゃん、見てるねー、見てるねリッター見てる、どこに投げているでもナイスナイス、ありがとうありがとうございます。いや、リッターがほんとマンマークしてきてたな。まあ一番抜きやすいですからね、リッター目線で見るとノバってね。はい、まず1勝ナイスです、ありがとうございます。はい、1勝0敗からの2試合目、よろしくお願いします。いいですね、編成もかなりヤグラっぽくなりましたね。長射程が向こうに2位でバリアブルなんで、あ、でもこっちも言うてるんがあるか、まあ、あのガリガリいきましょう。このヤグラはね、あ、広いね、思ったほど以上に広いですね。あ、マジか、意外と入ってる、ね、ちょっとこれはしんどいな。でもまあ逆に言うと濡れるからな、このロング対面はさすがに無理ですね、この塗りだとね。はい、でも真ん中取れりゃ結構いけそうだし、あー、でもバリアブルいるから塗り結構微妙いか。ナイス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 、焦っちゃいけない、ロング、確かにここロング強そうっすもんね。いやー、ノバここやばいな、改めて見てもやばいな、これ相当しんどいな、これ相当手出せる場所ないな。いやー、そこも詰められてたらきついな。マジか、これはきつい。いやー、無理だー、それは無理。これ本当にゴリゴリいかないとダメなやつですね。だいぶ変わったな。まあでもこれを、あ、なんで、これを勝つのがアンエスプラへの道ってことでしょ。だったらやってやんよって感じですよね。だいぶしんど、しんどステージではあるな。なるほど、あのハイドラどうやるかかな、肝だな。厳しい、ちょっと手が出せない、手が出せない、塗りがきつすぎる、マジで塗りがきつすぎる、どうしようもない。これもう裏から入るしかない、裏から入るあれがあんまり意味がないタイミングだとも思うんだけど、あまりにも塗りがきつすぎるのと相手の射程が長すぎる。いやー、ちょっとそれは厳しい。後ろにもいる、余裕がある。余裕がある。いや、これ射程有利、あとさ、これなんでさ2本しかないのマジで4本でええやん。これもう食ワンダーで荒らすしかないけど、タイミング大事ですね。まだまだ荒らされないタイミングまで待って、矢倉のタイミングまで待つ。あんまり早く行き過ぎてもあんまり意味はない。はい、ナイス、怖い、いやー、直は無理。あと1、あと1、あと1、ナイス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 、素晴らしい味方、ナイス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 、いいよ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 、オッケー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 、ナイス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 。ちょっとマジモード入ってて全然追求しなかった最後1分間ぐらい空白でしたごめんなさい、味方ナイス。いや、いい、いい詰め切り出した、いい、いい詰め切りでした今のは。いや、よし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 、オッケーオッケーオッケー。さあ、2-0 2-0 2勝0敗の3
3戦目バリアブルか。 OK、 よろしくお願いします。いいんじゃない、割と攻撃性能はこっちの方が高い。ただ塗りはもう向こうなんで、おそらくねこのステージ非常に塗りが大事だということをよーく分かったんで、ゴリゴリ行ってもいいんですけど、こうだな、 B バスよ、そりゃもう B バスよ。なんだそれ、無理無理、誰か誰か足元だったからな、見えてなかったかもな。ちょっとあんなタイミングでローラーとかちゃっちゃったらさすがにねって感じですよね。しっかり止めよう、しっかり止めよう。これでも本当に伸ばし守備しにくいっすね、ゴリゴリに守備しにくいっすねこれ。これはマジで守備しにくい。ナイス、入ってこうか、いいよ、スクイープだよね、大丈夫、ナイス、落ち着いていこうね。左のね矢倉をしっかり、左から入ってくるところもしっかり見る。ここちゃんと閉じてますよのアピールをして、閉じてますよアピールもう一回して、もうこいつ戦は別にいいよ、弾はナイス、強い、すごい、後ろローラー、後ろローラー、ナイス、一回矢倉乗るね、周りにするね、はい、ありがとう、はい、すげえ強い、なんだこれ強い。食腕行ってもいい、食腕行ってもいいやつ、食腕行ってもいいやつ、食腕行かなきゃいけないやつ、ナイスこんにちはこんにちはナイス、勝った、やった、エスプラ上がったこれでいいの嘘でしょいいのこれで、大丈夫大丈夫、ダントツで活躍してないけど大丈夫、3戦とも。はい、ということで、いやー俺多分今までで初めて3-0 とか5-0を引きましたね。はい、ありがとうございました。S プラスになりました。一生モッティでした。おつおつ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、そしてツイッターのフォローよろしくお願いいたします。とりあえず無事 S プラスまで上がることができました。バンカラマッチの S プラスの生配信はですね、フェスが終わって来週の月曜日から始めたいと思ってますので、ぜひ皆さん生配信も見に来てね。あったかくして寝ろよ。